奈良猫の純です。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。奈良猫はステイホームです。今までゴールデンウィークに何もなく家にいるというのは生まれて初めてかもしれないです。今までだったら実家に帰ったりとか、ここ2年ぐらいかな、いつも出てた川崎のライブハウスで過ごしていることが多かった感じなんですけど、コロナウイルスの影響でお家でひっそりと過ごしております。あったかいから気分を変えて夏みたいな服を着てみたんだけど、ただ寒いだけです。さてさて、この間アルバイトが決まってなんとかなったよみたいな感じで動画を上げたんですけども、やっぱり私貧乏なんです。パソコンが壊れまして、新しいのを買ったんですけど、会社のシステムをよく分かっていなかったというのもあり、シフトを出すのを遅れ、またちょっと働けない期間がちょっと若干空きまして、やばいぞという状況になっております。で、お友達の Facebook の書き込みで気づいたんですけど、コロナウイルスの影響でお仕事が休みになったり、収入が半減した人のために、実は意外と国は支援を頑張っているということに気づいたんです。まず発見したのが住宅確保給付金というものです。申請をしますと3ヶ月間自治体が家賃を払ってくれるという制度がありまして、あれちょっと私これお世話になれるんじゃないって思ったんです。なので申請することにしました。今まで一応アルバイトというふうにも表現していたんですけども、私フリーランスという扱いなんです。実は今までっていった飲食店の方も一応週5でお邪魔させていただいてるんですけども、報酬という形でいただいていたんですね。野良猫の活動でも一応収入がありまして、ささやかながら2019年度はポコちゃんのライバーもしていたので、そっちが結構大きかったのと、あとはライブの投げ銭とか収益ですね。個人的に動画の編集と撮影をお手伝いしたりとか、それも込み込みで確定申告をしなきゃいけない立場にあったんですね。そんな生活を2018年度からしてて、確定申告を自分でしているんです。私個人事業主じゃん、あれ持続化給付金の対象じゃないと思ったんですよ。それもお友達の書き込みで気づいて、全然ねやっぱ情報量も少ないし自分も調べてなかったっていうのもあるんですけど、対象じゃんってでしょってなって、いやこっちもじゃあちょっとやってみようかなって思ったんですね。でまずはお家を確保しなきゃっていうのもあるので、自分の自治体のその受付のところに問い合わせをしました。私はカクカクシカジカこういうわけでお金がないんですけどって言って、対象だと思うので書類をダウンロードして書いてくださいっていうふうに言われました。窓口の人にフリーランスなんですけど持続化給付金を申し込もうと思っているんですが、規定の貯金金額の規定があるので貯金が上回るからそしたら打ち切りですかって聞いたんですよ。窓口の人はこちらは家賃を払うだけなので関係ないですよ、3ヶ月まで持ちますよっていうことなので、併用も変わったっていうことだったんですよ。シェアハウスに住んでるんですけど、管理局に電話してカクカクシカジカそういうわけで管理会社のハンコみたいなのが必要なので書類にハンコをしていただけますかって言ったら、ちゃんと分かりましたということで対応していただけて、こちら申し込み課で進めています。で持続化給付金に関しても書類を全部揃えて5月1日に申請開始ってことなので、どうやら予定よりもたくさんの人が申請する恐れありなので、予算が足りなくなるかもしれないから早い方がいいだろうと私は思ってて、もう朝のだいたい9時じゃないあいのって早く起きてスタンバって全部書類揃えてレッツゴーみたいな感じになったわけよ。なんとエラーが続出カーニバルになってすごかった。これテレビのニュースとかでもね、テレビ見ないから分かんないけど、なってないと思うかもしれないけど、謝罪会見しなきゃいけない頃のもう超エラーエラーだったの、本当にカタカタカタみたいな。メールで仮登録が必要ですってなって送りました。それはすぐにお返事が来たのですぐ行ったわけ、ポチッとなとして、でそこから入って自分の情報を入力するみたいな感じになるんだけど、来ました、 URL 押します、 ID 押す、パスワード押す、エラーエラーエラーってなって、嘘って私ちょっとさっき私間違えてないしってなったんだけど、私が入力し間違えたのかなと思ってリセットボタンみたいなのをやってリセットされるお返事が来ないわけよ。やばいじゃんってまたなったけど、もう一回それでちゃんと正しいのをもう一回入力したら、お入れたじゃんってなって、
データを入力していったわけなんだけど、私はね間違えて入力して気づかなかったんだけど、振込先の自分の名前を書くんですが、半角のカタカナで入力せよみたいな書いてあったんだけど、全角じゃなきゃ通らないらしいんですよ。私は間違えて全角のまま押しオン、オッケーみたいに押しちゃったら気づかなくてトン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 と入力していったら、最後の身分証明書の控えを提出するシーンがあって、私はマイナンバーカードを持ってないので、住民票の控えと保険証を提出す、両方提出なんだけど、選ぶ項目に住民票の控えって押して住民票の写真を上げる。そうすると次は保険証の裏表みたいな項目を選んでその写真を上げろって指示が出るんだけど、保険証の裏表っていう項目が表示されないの。嘘嘘ってなって、でツイッターに純ちゃんおこだよ、野良猫おこだよってすげー書いて、誰か同じような人いないかなってなったら、同じような方がやっぱりいらっしゃったんですね。私はちゃんと住民票の控えも持ってる、保険証の裏表もコピーして持っている、私間違えてないやん、あっちじゃん間違えたなと思って、だから別に書類が揃ってればいいんじゃねと思って、で問い合わせしたらいいですって言われたっていう説もあったのね。でも冷静に考えたらそうじゃない、バグっていうのがあちらだしと思ったから、他のとこ選んで貼ってさ提出したら、私は申請まで行けたのね。整理番号が1万2000番台だったんですよ。だからその日は30-40万人近くの方が申請してたのに、とりあえず申請までにはたどり着いたですね。もしかしたらあのお前みたいな小汚い野良猫にやるお金ねえよみたいな、帰れって言われるかもしれないけど、一応応募するだけはさした方がいいと思って行ったんです。バグに関して何も お詫びはないんですか政府の方と思って、お忙しいとこ金がね一生懸命やっていただいてるのは分かるんですけど、私もこれで間違えてるからダメです、あんた帰れって言われたらもう逆ギレするよね。ほんと野良猫はなんとかしぶとく生き延びようとしている感じです。私みたいなさ個人でチャリンチャリンやって暮らしてた人に比べて、場所を構えてる人家賃とかないじゃんみたいな、テナントさんの家賃の補助はないの今考え中みたいな感じですけど、それもね一刻も早くなんとかしてくれないとみんな潰れちゃうって本当に思ってさ、過去にも載せてる川崎のライブハウスも潰れそうです、クラウドファンディングとかやってたりとかしてる状況です、どうなんだろうって思ってるのもあって、一応調べたんですけど、事業者さん向けに関しては感染防止拡大協力金っていうのがあって、自粛要請に伴い自粛をしている企業さんに払われるお金っていうのもある。本当小規模事業者向けの持続化補助金コロナ特別対応型っていうのもあって、事業計画書っていうのとかを出したりとかするといくらか応援してくれるっていう制度もあったりとか、あとは雇用調整助成金っていうのがあって、雇ってる人たちを休業していただいてる状況になってるところもたくさんあると思うんですけど、いくらか休業補償の補助をしますよっていうのもあります。あとは新型コロナウイルス感染症特別貸付っていうのもあって、これはお金借りる方なんだけど、そういうのもあります。金がある人はダメだよって書いてあったけど、銀行融資とかしてもらえない状況の人も何とかなるんじゃないかって言ってる人もいた。そういう制度をねみんなどんどん使って、事業者さんね飲食店の方とかどんどん生き延びてほしいと本当に思ってます。個人の方のね生活福祉資金制度貸付けっていうのとか、緊急小口資金っていうのもあって、生活が足りない人にあの国がいくらか貸しますよっていう制度もあります。情報量が少ないんじゃないのかなと思うんですよ。そういう話を盛り込んだ動画を撮ってみました。やっぱり YouTube で税理士さんとか専門の方がそういうチャンネルでいっぱい解説してる動画がねすごい上がってるんで、詳しくは専門の方の方を見ていただいて調べていただいてください。野良猫さんがなんか言ってたけどマジでみたいな感じなノリでいいと思う。本当早くなんとかしてください。この状況1ヶ月伸びたらもっとみんなのお金が大変なことになる。私も笑ってる場合じゃないんです。本当もう一声なんとかなりません政府って感じです。よろしくお願いします。見てたら頼みます。はい、あとはもうとにかくステイホームでお家で楽しめることをたくさんみんな探して、とりあえず耐えよう。私も耐えるしかない。感染者数が全く減っていないのでお家で過ごそう。スーパーとか買い出しの際はもうすっかりガードをしっかりして、手袋もしてメガネもして、お家買った手洗いと消毒の消毒をちゃんとやってかからないように頑張ります。ありがとうございました。野良猫のじゅんでした。またねー。
猫じゃ猫じゃ。